こんにちは、インストラクターのまひろです。今日はダイナミックに体を動かしながら呼吸をしてデトックスをするヨガを行います。お願いします。まずは足を腰幅ぐらいに広げます。足先は自然に向く方向へ向けておいてください。肩の力を緩め、両足でしっかりと大地を踏み、踏んだ分だけ空に向けて背を伸ばします。自分自身を包んでいる大きな空間からエネルギーを集めてくるかのように息を吸います。鼻から長く息を出し、体の中で滞っている毒素や体の中の冷たさ、使い終わったエネルギーを体の外へと流し出します。繰り返しましょう。息を吐くたびに体の中のいらないものを手放し、できたスペースへ新しいエネルギーを満たしていきます。さらに息を吸いながら両手を頭上へ伸ばします。吐きながら下ろします。この動きを繰り返しましょう。指先をできるだけ左右遠くへと伸ばし、胸を大きく広げます。吐いていくときは首や肩の疲れも全部下へと流していくような思いで、吸いながら胸を大きく広げてたっぷりと酸素を取り込みます。指先が上に向いたら動きを止め、呼吸を整えます。肩と耳との間にスペースができていたらそれを緩めます。次の吸い込む呼吸で空に向かってぐんと伸び、つま先立ちの状態になって呼吸をします。お腹がペタンコになるように長く息を吐きます。吸う息で上下に伸び、お腹の中の空間を大きく広げます。あともう一息長く吐きましょう。お腹の中の老廃物全部吐き出します。自然な呼吸でかかとを下ろし、肘と肘とも持ったら骨盤からブランとぶら下がるように前屈をします。首の力をだらんと緩めて、腕もブランとぶら下がった状態です。首や肩は普段の重さから解放され、心地よく伸びています。上半身の重さによって太ももの裏側、膝の後ろ側、ふくらはぎもよく伸びていきます。自然な呼吸で手を解放します。頭が最後になるようにゆっくりとロールアップしていきます。骨盤の上に背骨を一つ一つ丁寧に積み上げながら起き上がります。最後に首から頭の中へ心地のいい風を通すように頭を乗せ、肩を楽にして呼吸を整えます。今度はつま先を外側に向けて、足幅は腰幅程度に広げた状態で立ちます。ももの内側や太ももを刺激していきましょう。吸いながら両手を頭上へ、吐きながら合掌し、膝を外に曲げながらしゃがんでいきます。肘を内ももに当てて、肘で左右にぐっと開くようにして、お尻を真下に向け、できるだけ背を起こそうとして顎を引きます。この状態で長く息を吐きます。吸う息はお腹の中や刺激を感じているももの付け根へと新しい息を入れていくような思いで、
ももの付け根や下腹へ意識を向けながら呼吸をし、ポーズをキープすることで内臓をデトックスしていきます。今の息を吐き出したら、両足でしっかりと踏みながら吸い気で上へと伸びます。お尻を締めよく伸びたら、吐きながら両手を横から下ろしていきます。足を揃えた姿勢で立ちます。今度はねじる動作をしましょう。吸いながら頭上で合掌です。吐きながら膝を曲げながらしゃがんで、合掌の手を胸の前です。こうしてしゃがんだ時に、膝よりもつま先よりも膝の方が前に出てしまわずに、つま先の真上のあたりに膝が来るようにしてください。この姿勢でもう一度息を吸います。吐きながら右側へとねじり、二の腕を太ももの外側にかけます。もう一度息を吸って、吐きながら両手同士を押し返しながら、さらにねじり、天井を覗き見るようにしたところで長く息を吐きます。呼吸を続けましょう。内臓の中のいらないものを全部絞り出すかのように、下腹部へ意識を向けながら呼吸を繰り返します。吸いながら正面へと向いて、一度息を吐きます。吸いながら膝を伸ばして両手を空へ、新鮮な息をたっぷりと取り込みます。吐きながら足を胸の前へと下ろし、膝を曲げていきます。また息を吸って、吐きながら今度は左側へとねじり、太ももの外側へ腕をかけます。もう一度息を入れてから、さらに吐く息で太ももを押し返すように深くねじって、天井を見ようとしながら呼吸を続けます。下腹から長く息を吐いていきます。吸いながら正面へと向き直ります。一度息を吐いて、吸いながら空に向かって大きく伸びます。呼吸を整えるように合掌しながら両手を胸の前へと下ろします。一呼吸整ったら手を解放して足を腰幅程度に開きます。バランスを取りながら体側を伸ばしましょう。吸いながら両手を左右に広げます。吐きながら右の足に体重を移動させて、床を見ながら肩の下に手を下ろします。吸いながら胸を広げ、足を長く伸ばし、上の手は空に触れるように大きく広げます。お腹、胸の空間を伸び伸びと広げるような思いでたっぷりと呼吸をします。目線を下の手へと戻し、その手でポンと床を押さえるようにして戻っていきます。反対側も行いましょう。気持ちよく息を吸って、吐きながら左の足へと体重を移動させ、床を見ながら左の手を肩の下のあたりへ置きます。目線を移動させると不安定になる場合は、床の方向を見たままでも結構です。余裕があればお腹、胸を大きく広げて、目線を手の方向へと向けます。全身を大きく伸ばし、呼吸をたっぷりと取り込むことで、血液の流れ、リンパ液の流れが整い、デトックスが促されます。目線を床方向へと移動させて、下の手でマットを押し返すようにして起き上がります。両方の手を解放して、足を揃えましょう。胸の前で合掌して、背を伸ばして
肩を楽に、呼吸を整えながら、動き終わった体の内側の様子を味わいます。じんわりと汗ばんでいる感覚があるかもしれません。水分補給をして、体内にある毒素を体の外側へと排出し、快適な日々が過ごせますように。これでデトックスヨガを終わります。ありがとうございました。